明けましておめでとうございます。山坊井春です。イエーイ。なんだその動きは。今日は武甲山に来ます。実は私の人生2度目の武甲山。前回はねあんな感じだったからね、何も見えなかったな。今回は期待できますぜ。この天気楽しみだね。では登っていきます。はい、来ましたよ例のとこ。前回来た不動滝です。これはね力水として飲んでいかないと、すごいすごいすごい凍ってる、はい、ではいただきます。いいタンブラーだな。あー、キンキンに冷えてる。うん、うまい。あーうまい。そしてねここに置いとくとねまた忘れるから、ちゃんと今回は忘れないように、ね、前回は新品を置いとったもんな。うまい。では先を急ごう。もう山頂か。さっきね武甲山の山頂に行ったんですけど、あの人がいっぱいいたからあんまあの喋れませんでしたね。でいやなんかねあの前回の武甲山編あったじゃないですか、あの霧の武甲山の時に工房の井戸っていうね水場があって、そこで水汲もうと思ってたんだけど、そこもなくなんかすんすんでもう工房の井戸は両神山山頂ついちゃったよね。両方とも霧しか見えなかったもんな。とか前回来た時より結構装備変わったよね。これもなかったしね。これはアメリカでいただいたやつで、でこれねアークテリー、これもアメリカで買ったやつ。あの日本でも買えるけど、なんかあのアメリカに行ってるテンションで買っちゃったよね。ほんで今回からこのニューシューズ出ました。メレルがねもうちょっと限界ですって言ってるんで、この私のバンド名みたいな名前アークのスーパーアルプなんだかな。石井スポーツのおっちゃんによるとね、雑に歩いても全然平気な靴っていうことです。丈夫だもんね。やっぱ結構硬いもん。だからあんまデコボコとかあんま感じない、常に平地を歩いてる感じだね。
特になんか下りを歩いてるときなんか威力を発揮してくれてる感じがします。そして前回は行かなかったこの大持ち小持ち山、今日は行っちゃおうかななんて思います。でこっちがなんかあれらしいよ、前回行ったなんだっけ雲取山とか、こっちに拳ヶ岳らしいんですよ。そっちもねまた行きたいね。拳は今年の目標、絶対行く。本当は今日行こうと思ったけどちょっとあの今雪深いみたいなのでね、今日は断念しましたが、じゃあ大餅小餅行こうか、そこでご飯だな。行こう。おい小餅山着いたぞ。結構すごいね。あの急にこの小餅山の山頂来たら風が止んだんだけど、武甲山から、あそこ見えるね、武甲山からここに来る間もう風がすごくてビュービュー、で結構な登りがね続いてですね、歯ごたえがすごかったね。お前は歯で登ってるのか。もう差し歯抜けるぐらい歯ごたえのすごい山でした。さっきまですげえ風だったけど今止んでるから、ここでお昼にしようかな。ちょっと狭いんですけれども、しちゃいます。あの美味しくないと言っていたアルファ米、白米、今日この半分でいいんだ、 160cc だ。入れてよくかき混ぜて熱湯で15分か20分、結構時間かかるね。15分か20分、水で60分、そうなんだ。1分ぐらいでできるかと思ってたけど全然ずんずん。開け方下手くそ。これとこれを取り出し、あ、線が書いてある、線が書いてあるんですね。ここまで入れてね、せっかく温めたからね、お茶入れよう。味噌スープ。茶、便利だよね、これも。今こういう私が座っているのはこのアマゾンで買ったなんていうのか、アウトドアの椅子、パイプ椅子。今これインナーで着てるのはあの日だまりの、エベレストというやつなんですね。もうこれ2枚だけ。最初このフリース着てたんだけどちょっと歩いてたら暑すぎて脱ぎました。でも今着た方が良さそうだね。体冷えるとちょっと嫌なんで。これ今話題の
ハルズファクトリーのフリース。毎日着れるね。機能性もさることながら何よりも可愛い。山でも陸でも海でも。ああ日が当たると ありがたい。日光ありがたい。今日持ってきてよかったものナンバーワン、ナンバーワーツーを争うこの手袋ね。手袋なかったら相当寒かったね。ファイントラック、これ冬登山用の手袋です。今も寒いからつけよう。あと毎度おなじみレキのトレッキングポール、これをねもう手放せませんな。そろそろいいかな。15分経ちました。おお、なんかふわふわな感じしてる。ふわふわしてますね。果たしてご飯はどうなってんでしょうか。でれん、おーおーおお、ちゃんとご飯なってる。そしてちょっと食べてみようか。悪くない。これを山口県萩市で作られてるこのわかめ、これがねこれこっち系のわかめの中で一番美味しい気がするんだよね。もうちっちゃい頃からこれ食べてて、井上商店お好みで。わかめご飯にします。でわかめご飯いただきます。ちょい固めだったな。まだ、あ、うまっ。わかめご飯うまっ。おいしい。塩分もちょうどいい。わかめ飽きたな。春って書いてある。イエティ春モデル。これ何が入ってるか知ってます？実は今朝温めたお湯の中になんと朝の8時半にこれ熱湯に入れて、4時、5時間経ってどうなるかって。あ、でもあったかい。蔵王ソーセー牛ビーフカレー、ソーセー牛ビーフカレー、まあ牛がちょっと2度かぶってるけど、それをここにぶち込んじゃいます。今日は豪華な。イエーイ。わかめいらなかったな。カレーだぜ。いや、なんでカレーにしたかっていうと、前回六甲山に来た時にさ、私はヌードルだったけどカレーライスを隣のおじさん食べてて、いいねーと思ったからね。やっぱりカレー好きだし、もう基本的にカレー好きだし、こうしちゃおうと。こうやっちゃうぜ。これはもう完全カレーだ。いただきます。あ、美味しい。まだカレーもあったかい。やけどするほどではないけど、あ、美味しい。はい、だこれでカレーにしちゃうとちょっと微妙なアルファ米を美味しくいただけるね。ほい、栄養補給もできたのでこっから大餅行って帰るぞ。おお、いや冒険ですよ。なかなか面白い道ですね。小餅山から大餅、ちょっとした岩みたいなのもあったりとか、そして開けて感じ
すごい。うわー、見渡せるな。あ、まだ大文字じゃないんだ。あそこだ、あそこまで行かなきゃいけない。すごい。あ、向こうの方、雪だね。おお、山、また山、その向こうにまた山。自然のアートです。これ落ちたらひとたまりもないね。これ雷落ちたのかな、ここにな。では鼻水垂らしながら大餅行きます。ついに今日の最終目的地である大餅まであと数歩。もう誰もいない。よっしゃ、着きました。着きました。大餅山 1294.1。 はい、着いた。木がねちょっと伸びてて、展望はちょいちょいちょいですが、展望はさっきのところの方が良かったな。いやいや、ここはね天気良かったら ぜひ来るべきだと思うね。例えるならば、ディズニーランドに行ったのに It's a small world しか見なかった感じだね。あ、どういうこと。そう、武甲山登ったのにそれで降りてしまった人は、この近くにね、こんな楽しい山があるんだったらぜひ来るべきだと思います。はあ、歯応えが欲しい人はぜひ。達成感、イエーイ。はあ、か、気持ちいい、風が気持ちいい。さあ帰ろうか。帰って温泉入って帰ろう。また来たよ、突風、風がすごい。いや、なかなかね楽しい道だなと思いながら、でも結構急なんですよ。つま坂峠に向かって歩いてるんだけど、今日歩いてきた、ね、武甲山、ね、武甲山からの大餅小餅っていうのがね、その今日の、成果を眺めながら帰る、なかなかいい道だなとかってね思ってたけど、結構この今下りが急だしね。ね、今日一日歩いてきて足に来てる中で、このずっと枯葉の中を下っていくのって結構ね、予断を許さないというか気が抜けないね。滑るしで、気抜くと足グキってなるしね。最後の最後の難関でございます。いや、なんかいろんな経験が今日はできて、来てよかったな。あ、電池ももうそろそろなくなりそうなんで、今度こそさようなら、またどこかでお会いしましょう。頑張って下るぞー。